はい、えー、動画のコメントをいただきましたちょっと内容を細かく忘れたんですけども私がね FX のオリガルヒっていう講座を売り込んでいる動画だと思いますそれに対してコメントで本当にに稼稼げげるんだったら1人で勝手に稼げばいいとつまり本当に稼げる方法があるんだったら何でそれを広めようとしてんのと自分一人で黙って稼げばいいじゃん本当にいい方法だったらっていうことなんですけどもどう思いますかねいやそう思う気持ちももっともなんですけど私はこう思います 本当に儲かる方法があるんだったらみんなに広めた方がいいでしょうそしたらみんなが本当に儲かっちゃうわけでしょ一部の方が本当に儲かる情報を隠してるから隠してるから皆さん困ってると思うんですよどうでしょうかね本当に儲かる方法があるんだったら人に話すわけないじゃんっていうのは一見もっともらしい意見ですけどもそれはね自分だけ儲かればいいやっていう考えとイコールじゃないですかどうでしょうか 私は本当に儲かる方法があるんだったら広めたいし実際広めてます。儲かんない方法は広めたくないです、ね。儲かんない方法は広めようがないです。だって自分の実践ができないし、儲からないことをあたかも儲かったようにしゃべる。ネタがないですからね。すぐ足がつきますよ、こんなの。でも私は FX でテクニカルをマスターしたら稼げるっていうのは私の発想じゃないですよ。テクニカルってそういうもんだもん。 だから私は自分なりの個人的な考えで勝ってるわけじゃないってことを繰り返し言ってるんですよ。自分だけのノウハウとか特殊なツールを使ってるとかそんなんないです。ただ、FX の本に書いてあるテクニカルを覚えてそれを使ったら勝率が50%以上になる。つまりは勝ってるってことでしょ。そんなに難しいことかなと思うんですよ。特に FX って価値観負けしかない五分五分の超反爆値とも言えるんですよ。っていうことは五分五分を6分4分で 60%を勝って40%負けるっていうバランスにすればその差額の20%でずっと勝っていけると思いませんかってことなんですよでその差額の20%はむちゃくちゃ大変なんかっていうと500年前に開発されたテクニカルっていうのをやるだけです勝てない人ってテクニカルがまだ身についてないんですよ扱えてないんですよただそれだけだと思いますけどね私の場合はテクニカルは大体2年目でなんとなく板についてマイナスがなくなって今6年目ですからね いや、さすがにね、何かを6年やったら、しかも毎日私放送してますからね、毎日トレードしてるってことなんですよ。で、そのトレードに私なりの解説をつけてるわけなんですよ。さすがに6年間やったら誰でも稼げると思います。思いませんか ?6 年間空手をやったら、空手の黒帯になると思いませんか ?6 年間そろばんやったら、6年間書道やったら、6年間何か一つのことに打ち込んだら、その道のプロになると思いませんか私はなると思うんですけどね。しかもね、そんな、 一郎みたいいにななるってわけじゃないんですよあれはね努力とか積み重ねの上に類まれなる才能みたいなのがあるでしょわけのわかんないものが、はい、でもなんつうの FX で6割勝って4割負ける程度のことは6年間やったら逆にいかないわけないと思うんですよね私はそう思ってただシンプルにテクニカルをやりましょうとテクニカルってのはこういうことですよっていうふうにぶっちゃけ本に書いてあることを伝えてるだけですからね まあ本を、まあ、右から左に流してるわけではありませんけどもかつて本とか人の動画とかねそれから私自身 FX のスクールに入って身につけたことをそのままテクニカルトレードっていう500年前からある手法をそのままにお伝えしてるんですよテクニカルだけですねだからねテクニカルフォーメーション分析とかゾーンとか坂田五歩とかエリオット波動この4つですよ聞いたことあるでしょエリオット波動エリオット波動ってパターンですからその波動の後はこうなりますよっていうパターンですからね うん、そんなにまか不思議なことを私はあの広めてませんなんか一攫千金みたいなことでもなんでもないです、うん、だから本当に儲かる方法があるから広めてるんですよ。FX の本ひいて言えば学校の勉強も儲けるためじゃないですか算数とかね漢字とか分かんなかったら就職できずに儲けらんないんですよアルバイトも雇ってくれないですよね。 中には機械工学行ったり、車の製造とか行ったりするわけじゃないですか。全部基礎は学校の勉強でしょ儲かる方法はこうやって広めてるんだと思うんですよ。みんな一生懸命。うん。そんな不思議はないかなと思います。うん。どっかはね、アルバイトとか入っても、あの効、効率よく作業して儲ける方法を上司とか先輩教えてくれると思うんですよね。うん。まあ、ただシンプルにそれやってるだけなんですよね。はい。まとめます。本当に儲かる方法があるんだったら、一刻も早く、 多くくの人に広めてください <laughs> それだけです。本当に儲かる方法があるんだったら自分だけでやるでしょっていうと。そうかなと思いますけどね。そうなんですか。本当に儲かる方法って自分だけにしちゃうんですか。いやーなんかせめてね。家族とか彼女とかに教えてあげるでしょ。なんで黙っちゃうんですかね。自分さえ稼げればいいんですかね。私はそういう気持ちにはどうしてもなりません。言ってほしい。